あ、こんな感じです。て、て。家蔵さん、家蔵さんじゃないってば。エゾさん。エゾさん。いいね、ありがとう。エゾさんのいいねに。ルカミーも初です。ありがとう。はじめまして、月見ルカです。ありがとうございます。エゾさんですね。ごめん。イエゾーって言いそうになっちゃった。ごめんね。何の話をしようとした？私。なんかね、言いたかったんだ。ユニバにさ、イーちゃん、いたんだよね。私とユキちゃんが一緒にユニバーサルスタジオジャパンにいるとき、イーちゃんも、エクセイズしてるところちょっと見てしまって。っていう奇跡もありました。そして、無事に小動物たちを私はゲットしたということもね、言いたかった。ジャパン、そう。スパイダーマンとお別れしに行ってた。そう、同じ日にいました、そこに。そうなんですよ、それ言いたかった。言いたかったけどね、言えなかったんだよね、その時は。スパイダーマン、私たちも乗ろうと思ったんだけどね、ちょっとパレードに巻き込まれ、そして、生きるじゃない行くための、根気がなく、ちょっとまた、やめとくかってなっちゃったんですけど、私もスパイダーマン大好きだったからね、亡くなっちゃうのは悲しいんですけど、でもイーちゃんがね、サドコの写真とかスパイダーマンのお尻とか上げてるところは見てました。パリで後ろついて歩いてた。もしかして一緒にいたかもしれない。同じ空気吸ってたかもしれないっていうね、まさかの奇跡を。リザードのお尻つけ回してた。私たちピーチ姫つけ回してたんだよ。サドコどこのサドコなのかなって、ひとみさんのポスター見て話してた。そうそうそうね、リザードンだって。私らはピーチ姫のね、追っかけになってたんですよ。このね、細かい話もまたね、ちょっとゆきちゃんと今過失修正している文章でわかるんですけど、だるまさん来てくれてありがとう。こんな感じです。いいねもありがとう。だるまさんのいいねに。ルカミーム、ありがとう。ごまもありがとう。今ね、ユニバーサルにイーちゃんも一緒にいた説を話してます。あまりに奇跡じゃない？赤いと片結びじゃない？本当だよ。びっくりだよ。私たち戦慄してたもん。まさか、同じ日にユニバにいる？びっくりしました。ただそれらしき人はね、見つけれなかったので、見つけれなかったというかね、見つけようとはしてなかったんだけど、ツイッター見たらユニバの歌唱力が高まってて勝手にびっくりしてました。歌唱力、歌唱力待って、歌唱力に今処理つかなかった、追いつかなかったけど、そう、ユニバ率高かったよね、きっと。のしさん来てくれてありがとう。私のことか、のしさんのいいねに、いいねじゃないこんなか、のしさんのいいねに、ルカミーム、ありがとう。あ、そういうことね。歌唱力高まってって、そういうことか。ユニバーが歌唱してるんじゃなくて、私たちが歌唱してるからユニバーが歌唱してるわけじゃないもんね。ユニバーに歌唱力が集まっててってことかな。え、そう言ってくれてありがとう。嬉しいね。みんな、動揺してる。白いウサギさん来てくれてありがとうございます。こんにちは、初めまして、月見るかです。ゆっくりしてってね。今ユニバにね、この間オフ会で相方と初めて会った日に、お友達、他のお友達ももしかしたら一緒にいたかもしれないっていう話をしてました。いや、本当に一緒にいたんだよね、きっと。歌うまが集まってることを表現しきれなかった。いや、今分かりました。確かに、そういうことだったのね。ありがとう。そう、生歌だったっけってちょっと思ったね。あれ、曲はちょっと覚えてないけど、ピーチ姫見てた。行く先々にピーチ姫がいてね、追っかけしてるみたかった。でも本当にね、楽しくてね、よかったね。
良かったんですよ。ジョーズも2回乗って、ハリドリも。そう、この話はねさっきいっぱいしたからね、あの詳しく知りたいならあの私たちの文を読みなっていう偉そうだな感じなんだけど、ちょっと私個人的にねどんな日々を過ごしてたかを喋ろうと思って、そうやってねゆきちゃんと解説頑張りました、ありがとう。そう、私もちょっと終わったら解説しようと思ってる。ゆきちゃんとね会った後はね、あの低音組でまた会ってきてね、あの怒涛のスケジュールだったんですけど、低音組ともねあのまずお寿司食べて、その後カラオケに行って、でその後はねあのスイちゃんと、ちょっとスイちゃん帰らなきゃいけなかったからバイバイしたんだけど、私とメアちゃんは2人であので出て、違うご飯食べて、で私もまだ買い物が残ってるなって話をしたら、あの明日もじゃあ行こうってなって付き合ってくれたの。その買い物はねあの全然知らないものを買うとかじゃなくてね、スーメリーナルツにあの関わるものだったから一緒に行ってくれて本当に助かったんだ。そうボリューム増やします、論文が。そうすっごい量なのよ。何歌ったの？あ、いろんなの歌ったよ。あのね私メイヤちゃんとね2人でねいっぱい歌おうって決めた曲がたくさんあって、ものすごくたくさんあって、そのうちのね何曲かをちょっとまだ公開はちょっとしないように しようかなと思ってるんだけど、あの歌おうと思ってる曲、今覚え中の曲をね何曲か歌って、あとはねナルツで歌った曲、あの革命バーチャルリアリティとか、アリス・イン・ニューヨークとか、ナルツで歌った曲も3人で歌って、メアちゃんはユマちゃんのパートも、私はユキちゃんのパートも、スイちゃんはサイネちゃんのパートもみたいな感じで、なんか大体ざっくり分けたりしてね歌ったりしてかな。なんか本当にねたくさん歌ったんだ。何時間いたかな、お寿司食べて結構いた気がする。なんかゆったりした時間が流れてたよ。あのねすっごい広いカラオケの部屋だったの。なんかあのお金かければマネーパワーでねちょっと広くなるっていうのを聞いて、じゃあそれでいいじゃんって言ってねあのそれにしたんだけど、あまりにも広すぎて私あの走り回って歌ってたなんだっけな、私個人で歌ったのはオドとか、なんだっけ、あ、スノーハレとかも歌ったのか、みんなでなんかいろいろ歌ったんだけど、歌方ララバイとかもね歌ったんだけど、あのもうね私はなりきってました、アドにアドでした、私が。あわらの君が星も星も気づかせてくれるよってあのみんなにね目を配らせてね歌ってた。子供、夫なからの子供、そうなのよ。かわいかったかな、あの時の私。アイドルに慣れてたかな。目麻酔で行った時もバカみたいにでかい部屋、そうなんか言ってた、みやちゃんたちもで、ね、バカみたいにでかい部屋でね3人すっごい広い部屋なのにあの3人固まってもうキッチキチになってねあの暖を取ってね、なんか空調があの動かせるやつじゃなかったから、もう本当に私さえちゃんのさあのぴったり隣に座ろうと思ってよいしょって腰掛けたのに、なんかスイちゃんのあの膝じゃないな、太ももにちょっと座っちゃってて、なんていうの体重かけちゃってて、なんかあの上に座ってる、上じゃないんだけど半2階みたいな、半2階はちょっと伝わんないな、とりあえずねちょっと膝スイちゃんの上に座っちゃったっていうくらいに、もうそこだけのあの密度がすごくて、そこの密度が、あ、そう乗り上げてる感じ、そうなの、完全に膝の
上座ったわけじゃないんだけど、ちょっと座りかけてるみたいなくらいずっとね、あの道道になって歌ってて面白かった。すごいね、楽しかったしね。あ、聞こえる、これがスイちゃん、これがミヤちゃん、おーいい声だと思って聞いてたんだ。そう、お寿司も食べたんだけどね。お寿司はね、みんなそれぞれ食べたんだけど、意外とね食べる量が少なくてね、3人でいくらだったかな、なんかあんまり金額いかなくてね、意外だった。私がね、なんか回転してくるお寿司を、回転寿司なんだけど、よくさ新幹線みたいなのでピューンって届くやつあるじゃない、それの下にさ、くるくる回ってるお寿司があって、そのお寿司をね下にある、まあちょっと時間経ったって言えばあんま言い方は良くないかもだけど、時間が経ってるお寿司をね取ろうとしたらね、スイちゃんがね、絶対取らないで、ダメだよって、すっごい止めてきて私ちょっと食べようと思ってたのがあったんだけど、ダメだよって、食べちゃダメだよ、取っちゃダメだよ、あんまり良くないんだからね、私X で見たからって言われてねあ、分かった、じゃあ食べないとこねって言ってね、ちょっとねしょんぼりしてたんだけど、その後またサーモンとかいっぱい食べてね、美味しかった。大学芋も美味しかった。スイちゃんがずっと笑ってて、メアちゃんはそれを見て笑っててね、その構図がね楽しかった。たくさん来てくれた、ドキドキさん、ふうかさん、イエヤンさん来てくれてありがとう。こんなか3人ともいいねありがとう。みんなのいいねに、ラカミーム、また見ちゃった、ごめんね。そう、お寿司いいなでしょ、お寿司美味しかったよ。あったかい空間だった、あったかい空間だった、本当にだったよ。ルちゃんだって、ルカだよ、ありがとう。天照龍天の姫さん来てくれてありがとうございます。こんるかです、いいねもありがとう。天の姫さんのいいねに、ルカミーム、はじめましてありがとう。ルーナさんも来てくれてありがとう。こんるかです、サランヒありがとう。銀雄さん、天の姫さんもはじめましてありがとう。月見るかです、よろしくお願いします。今ねオフ会してきた話をしてました。そろそろ寝る、おやるくラブル、ありがとう。ゆまちゃん、私もラブルんだよ、またね、おやすみ。おつるかです、おやるか、今日救出できてよかった、ゆまちゃんのこと。あのね本当に可愛いの、いつかねみんなで持ってね写真撮りたいと思ってる。ゆまちゃん、おやるかって、ありがとう。で昨日はね、それでご飯、あ、カラオケ終わってご飯食べて、あ、違う、カラオケ終わってでスイちゃんとお別れしたんだけど、メアちゃんとねご飯食べてこうって言って、あ、見れてよくね、ありがとう、ギアさん、よいしょ、ご飯食べようってなってご飯を食べました。ご飯食べる時もね、私充電がね十何パーしかなくて、やばいどうしよう。そしてお姉ちゃんから、リアルが欲しいからスイッチで通信したいって言ってたから、何時に帰ってこれるかみたいな話を、あ、どうしよう、やんなきゃいけないのにもう充電がない、あーって困ってる時に、充電、貸し充電器のよくコンビニ置いてあるやつがねあってね、メアちゃんがそれをね、いっぱい調べてくれて、コンビニまで行ってね、命がつながって、でご飯食べに行ったんだけど、まあ、ご飯食べに行ったらそこにねあったから、その充電器が、コンビニまで行かなくて全然良かったんだけど、だからそんな感じでねすごいわちゃわちゃしながらいたんだ昨日は。白井さん、ツアクさん来てくれてありがとう。こんなか、こんかなみなく、いいねもありがとう。白井さんのいいねに、ルカミーム、こんなか、ツアクさんありがとう。今昨日から、昨日ゆきちゃんの
ゆきちゃんとのオフ会から今までの話をしてるよ。あきみさん来てくれてありがとう。こんにちはです、初めまして、月見るかです。ちょっとゆっくりしていってくださいな。いいねもありがとう。あきみさんのいいねに、ぬかみーむありがとう。そうでね、みやちゃんとご飯を食べたよって話をしてました。昨日ご飯食べて、で帰んなきゃいけないけど帰るのなんか寂しいねってなって、めやちゃんとね結構な距離歩いて、明日どうするかみたいな話をして、作戦会議して、でバイバイしたんだけど、今日ね見事に私が寝坊して、1時にめやちゃんと一応会うって約束だったんだけど、その時にね、私起きれないかもしれないって言ってあったの。ごめん本当に起きれなかったらごめんって言ってて、じゃあもし1時とか難しければ起きた時にまた連絡してって言われて、で分かったよって連絡、起きてすぐ連絡するねって言ったので、もし遅くなってもいいからって、もう私が3時に起きたらどうしようとか言ってたら、もう遅くなってもいいからとりあえず連絡してくれれば家もそんな遠くないことだしって会わせるよって言ってくれてたから、ちょっとそれもあってね安心してたんだけど、私がね1時に約束してたのにね、起きたのがね1時5分でね、すごく戦慄して本当にやってしまったと思って、連絡入れたら大丈夫だよって、カフェで菓子振り分けしてるから準備できたらおいでって言ってくれててね、もう私めやちゃんの優しさに触れて、あこう私は優しく包み込みたいなと、包み込まれているんだけどね、私も包みたいなと思いました。餃子みたい。お二人が幸せそうで何よりですよ。ザクさんもありがとう。私たちのオフ会のためになんか忘年会だったか何か抜け出してくれたんだよね。抜け出した、早めに来てくれたのかな。本当に嬉しかった、ありがとう。でね、めやちゃんと一度さよならして、でそれから今日ね朝じゃないね、昼過ぎ会って、でそのね、何を私は買おうとしてたかというと、ナルツのメンバーのねリボンが欲しかったの。リボン、ナルツメンバーカラーのリボンが欲しくて、ちょっとあることに使いたくてね。それもちょっといろいろチェックしてもらえたら分かるんだけど、今後それでねリボンを購入するまでもすごくね時間がかかったんだけど、今ここにあるんだけどね、同じ柄の同じ種類の色で全部同じ種類のいろんなみんなのメンバーカラーのリボン用意したんじゃなくて、いろんな素材のシフォンの素材だったり、なんかバラの刺繍があったり、刺繍じゃないのあれは模様書いてあったり、シアー系キラキラしたやつとかいろんなのがあって、あそうね、レースはでもなんかそんな感じなの。つむぎさん、めやちゃん来てくれてありがとう。こんにちは、今めやちゃんの話してるよ。短い、あじゃあん無理っす、じゃあって帰ってきた、ありがとう。そんなありがとうね、めやちゃんいいね、ありがとう。めやちゃんのいいねに、ぬかみーもありがとう。今日はありがとうね、みやさん挨拶もありがとう。そうリボンをねすっごい長い時間悩んで、それでやっと買ってね、本当にすごくね悩みました。あっち行ってこっち行ってあっち行って、ごめんみやちゃん、ゆきちゃんのやつ探してもらえる、私ちょっとゆまちゃんの探す、あどうしよう、これダメかもしれない、あっていうのにね全部付き合ってくれてね本当に助かった。私がナルツのマスコットを取るってなんか固くなに決めた時もね、ずっと横で見守っててくれて、
店員さんにちょっと手前に出してほしいですって言いに行ってた時もね、ちゃんと待っててくれたしね、あのすごいすっごいあの優しくて、私たち低音組なんか馴染みやすかったなって思った。今日食べたのねちょっとサイゼだったんだけどね、サイゼでもねずっとお話ししてて、あの早く決めなきゃいけない、決めて買って帰んなきゃいけないのに、サイゼですごい盛り上がりすぎちゃって時間思ったより経っててね、ああ急いで買いに帰らないと、買って帰らないとって思ってね、急いで帰りました。皆さんのはお邪魔したことないです、ぜひ行ってみて。すごいね、綺麗に歌うんですよ。また本当によかったら、みやちゃんもねあんまり僕そんな頻繁にしてる感じじゃないからね、あのもしお時間あればね、ごめんなさいって言う必要はないと思うな、全然もっと機会があったら行ってみたらいいと思うよ。雰囲気がゆるっとしてて大変良かった。今日は本当にねオフ感すごかったと思う。昨日はねやっぱ初めて会うと思ってね気合い入れてたけど、今日ちょっとゆるく、もうだってメガネだったもん、カラコン入れてたけど昨日、今日はメガネでゆるっとしてました。地声かき低さのお姉さんなのに歌声どこまでも透き通ってるお方でして、本当にかっこいいよね。本当に歌もかっこいいし綺麗だし素敵よね。トシさん来てくれてありがとう。こんらかです。いいねもありがとう。としさんのいいねに。ルカミーもありがとう。ちょっとだけ話してね。終わると思っているんだ。そう、そんな感じでね、すごい今日はたくさんメアちゃんに付き合ってもらって、ブンブン振り回してしまったと思うけど、メアちゃんもね、ふわっとしててね、可愛くてね、とても楽しかったです。スイちゃんはね、大人っぽかった。やっぱりおっとりでもすごい可愛かった。こうやってねみんなと一緒に会えるようになったのもやっぱゆきちゃんと会ったからもあるし、本当にゆきちゃんと会ってよかった。そしてみんなにも会えるようになってよかった。どんどんナルツのみんなとの予定がねできるといいなって思ってる。そう、ついついのんびりしちゃったね。おばあちゃんみたいに言うですじゃん。おばあちゃんみたい、うん、ルカおばさんだから私。いつかみんなに会えたら嬉しいんだね。本当に年下に振り回されるのは好き。年下か分かんないけど私すごい振り回してたと思う、メアちゃんのこと。ミヤおばちゃん、ミヤおばちゃんじゃないよ、違う、メアはね末っ子なんだよ。末っ子なんだけどね、メア末っ子、そうだよ、末っ子だからこそかな、私が振り回しちゃったのは。ねえねえメアちゃん、私クレープ食べたいかもって言ってね、いいよって。やったー、何しよっかな、何しよっかな、これにしよっかな、あれにしよっかな、これだったらちょっとあれかな、なんか物足りないかな、やっぱリンゴにしようかなとか考えてて、ですごいいろいろ考え、私すごい悩んだのにメアちゃん結構すぐあこれにしようかなって決めてて、なんだこのなんか安定感のある末っ子は。そうそう、じゃあクレープだとご飯食べちゃう、キャッキャッしてたね。この辺は黙ってよ、墓、何墓が立っている、どこだったんだろう、ちょっとよくわからないけれど、すごいねいろんなことにね付き合ってくれてね、まず第一にリボを見に行かなきゃいけなかったと思うのに、歩いてたらね、そのあとユマちゃんとルカが足りないそのマスコットが
あるゲーセンがあったから、えちょっと先にゲーセン行ってもいいって言って、ゲーセンいいよって言って付き合ってくれて、で割とね早めにゆまちゃんを迎えできたから、ゆまちゃんと私をもう終わって、で手芸屋さん見てたんだけど、手芸屋さん見てなんかしっくりきてなくて、どうしよう、なんか食べたいかもって言って、私その日一食目だったからクレープ食べて、その後サイズ行ってね、あのすごいしっかり食べて、あやばい語りすぎた、早く決めに行かないとって言ってね、またもう一回戻ってね、リボン見てリボン買って、であのバイバイして帰ってきて、それからゆきちゃんとまたあのいろんなことをね通話して話して、で今日のあのオフ会振り返り配信をして今に至るんですけど、すごい楽しかったんです。お腹が鳴っている、ごめんなさい。なるちゃん、みんながみんなを大好きで、みんながみんなを大切にしてるのとてもてーてーのです。あのね、私本当にナルツのみんな好きすぎてね、あの結構最近お金のこと、お金、なんだろう、ちょっと節約しなきゃってなってたのにね、ナルツのやつ見てからね、もうどんどん両替が止まんなくなって、もう全部取れるまで帰らないからねの気持ちだったんだけど、昨日もだから結構遅くまでやってたんだ。おいもさん来てくれてありがとうございます。こんらかいいねもありがとう。おいもさんのいいねに。ルカミーンありがとう。こんらかこんらか。作業しながら失礼。ありがとう。大丈夫だよ。サチのハードスケジュール、ほんと幸せだったよ。コラだったな。ありがとう。そう。でね、ナルトのみんなにも送って、さゆねちゃんとかも、すごい好きって言ってくれてね、本当嬉しかったから、いつか会って手渡ししたいなと思ってます。今日はね本当にたくさんめやちゃん付き合ってくれたし、そしてゆきちゃんもね、私が今通話いいって、もう通話してもいい、いけるって聞いたらね、すぐ大丈夫だよってすぐ言ってくれるからね、あの助かっておりました。って感じかな。やっと追いついた。ちょっといろいろ端折ったけど、こんな感じです。大遅刻したのに寛容なめやちゃんには本当に感謝で（笑）いい遊びだったね。すごいすごい良かった。あのなんだろうな、落ち着いた。やっぱりさ、初めて会うとさドキドキしちゃうけど、すごいなんかね落ち着いたごめん違う、大丈夫だよ。 LINE と間違えた、何を間違えたんだろう。猫初めて、あ、昨日初めてめやちゃんとすいちゃんと会ったよ。その前は、その前日、前日かゆきちゃんとオフコラボした、オフコラボから帰ってきた日、帰った朝、その日にみやちゃんとすいちゃんと食べに行ったの。あ、返信するとこ間違えたのでも返信で猫って打つのも面白いね。好きな動物は何ですか？猫って話だったのかな。そう、ハードスケジュールだったけど、そう今日のね夜もね24時間後は今高速バスじゃないや、あのあれ夜行バスに乗ってるであろうルカです。猫と犬どっちがいいって聞かれたあながち間違いではなかった。そう、そんな感じでハードスケジュールだったけど楽しかったよっていうことでした。怒涛の、もっとね細かく話はできるんだけどね、あの私早くいろいろやんなきゃいけなくてね、過筆とか執筆いろんなことしなきゃいけないからね、あのこのあたりにしようか、一曲だけ歌おうか、ち
と悩んでいるよ。歌うか、歌うのか、歌わないのか、どっちなんだい。歌う、うん、歌うか、うって言っちゃった。ゆきちゃんと花の音を歌ったのすごく嬉しかった、楽しかった。君が持ってきた番が、こっちは大砲よ。どうしようかな、どれにしよう。まだ決まってないのに音消しちゃった。なんかね、最近声枯れててさ、ちょっと声枯れがあれだったらごめんね。気に触ったらって言いそうになった。違う、なんて言うんだっけ。気に触ったらごめんね。声枯れてんじゃねえよバカ野郎。声枯れが気に触るのはちょっと短気かもしれない。あ、ちょっとお腹が鳴りそうかも。のどさんもお疲れ。うん、その可能性はあるよね。ずっと喋ってるし、カラオケ2日連続行ったし、そういうのもあるかもしれない。お腹が鳴りそう。お腹を鳴らしていいのか。あ、そう、疲れてるからかね、肉体が疲労している証拠としてね、目の下がずっとピクピクしてるの。ピク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 、疲労ですね、これは。あー、動いてますよ、今も。え、ゆきちゃんと歌った歌なんだったっけ。君が持ってきた漫画、くれた知らない名前の花、今日はまだ来ないかな、初めての口を知ってしまった。目の下のピクさんもお疲れ様。本当だよね、よく頑張ったねピク。誰かと会うとまたすぐ会いたくなっちゃって困っちゃう。本当だよね、私もみんなと会いたい、早く会いて、会いてって。本当にすぐ会いたくなっちゃうんだよね。そしていっぱい歌いたいし、いっぱい次会った時も きっと絶対楽しめるって。お腹が鳴っている、ちょっとミュートします。
お待たせいたしました。最近すごく歌いたくなった。でも歌うならみんなとがいいなって思う歌を歌います。お腹空いてきたね。なんか食べたいね。あんだけ食べたのにね。では聞いてください。これを歌って私は作業に戻ります。みんな、ここにいるナルツのみんな一緒に歌ってね。一輪の歌。これが最後の夜になるからとあなたは見上げている。僕は靴ひも結んで歩く。左靴底に眠る三輪の鈴。なんてことない夜になるからと未来はそう言うけど、いくつ形にしていても未だ小さな僕のままで。二人の花、目に映るあなたがそばにいるなんてさ、息をするみたいで忘れてしまうけど、一人きりじゃないのは思い出すためだよきっと。そう、これは一輪の歌。鈴の音響くのはあなたのまま生きてきたから。思い出ほたるまで繋いで繋いで一輪の歌。あなたの目に映る世界を見てそこにいると知ったこと、それがいつまでも大切な僕の宝物。一輪の歌。子供みたいって笑うかもしれないけど、歴史に名が残るような人になりたかったんだ。自分に自信なんか探してもなくてさ、だから誇れるほどの偉大な人になりたかった。だけどどんなに偉大とされる人よりも、何よりも心に響いたのはあなただからで、この思いこそが生きることだと教えてくれた。今度は僕が行く先に闇などないからと、あなたを照らす歌になるから。目に映るあなたがいつか去るなんてさ、空掴むみたいで忘れてしまうけど、一人きりじゃないのは思い出すためだよずっと。そう、前だけを凛と見たあなたの笑う顔がどこまでも眩しかったから。月が綺麗では恥ずかしいほど足りなくて、一輪の歌。一輪の歌。花の夏続くから未来へ未来へ、終わりなんて言わないで、この歌を追い風にして、もっとあなたの描く世界へ。思い出ほたるから笑って笑って、一輪の歌。あなたの目に映る世界を見てそこにいると知ったこと、それがいつまでも大切な僕の宝物。ほら何度でもあなたの目に映る世界を見てここで生まれたんだよ。だからいつまでも届くまで僕は歌うんだ、一輪の歌。ありがとうございました。ちょっと声枯れがすごいかも、声枯れがすごいかもしれないけど、ありがとうございます。たくさん
としさん、ブライダルショーとかたくさんありがとうね。しばさん、ん、しばさん来てくれてありがとう。小さなプレゼントさんも来てくれてありがとう。こんなかです。ダマクありがとう。としさんギフト、しゅりちゃんダマク、しばさんもダマクありがとう。そしておいもさん、しゅりちゃん、みやちゃん、としさん、パチパチありがとう。やっぱりみんなと歌いたいな。途中なんかハモリだったか主旋だったかなんかちょっと分かんなくなって、みんなの聞いてたからさだったけど、とても大切な歌を今歌わせてもらいました。本当に大切になりました。みんなのおかげでありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わろうと思います。明日も忙しいからね。ちょっとまだ二ほどきができてなくて、二ほどきができていないのに荷造りしなきゃいけないという謎状況になるので、ちょっと早めにいろんなことを済ませようと思います。今日は本当にありがとうございました。おつるがありがとう。皆さん、皆さんもおつるがしますよ。いきます。たくさん今日はありがとうございました。ゆきちゃんとの枠も来てくれた方もありがとうございます。私の枠にも来てくれてありがとうございました。では、皆さん、せーの。間違えた。間違えた。おつるかでした。ありがとうございました。おいもさん、おつるか、みやちゃん頑張ってね、ありがとう。おちなるか。あ、おちなるか。おつるかです。みやちゃんもおつるかありがとう。今日一日、昨日もありがとうね。おつるか、しゅうちゃんもおつるかでした。ありがとう。お疲れ様です。おつるか、そしたもありがとう。長いこと皆さんありがとうございました。またよかったら遊びに来てね。おやすみ。バイバーイ。